はい、トライアル級整骨院院長の石丸です。お願いします。本日は、小児喘息は東洋医学で改善するについてお話したいと思います。小児喘息ですね、これはですね、当院がですね、最もまあ得意とする疾患のうちの一つですね。小児喘息の患者さんはですね、まあ来院されたらですね、ほぼ 100% に近いぐらい改善する可能性がありますし、自信がある疾患ですね。一つ目、病院小児科ではステロイド気管支拡張剤が基本で対処療法のみで治らないということなんですよね。そもそもですね、小児喘息の患者さんはですね、呼吸器が弱いわけなんですね。呼吸器が、肺が弱いわけですよね。その肺が弱いからまあ症状が出てるわけなんですが、ステロイド気管支拡張剤ね、これらはですね、まあ呼吸しやすくしてるだけで、副作用もですね、たっぷりあるわけなんですが、その副作用がたっぷりね、あるステロイドや、気管支拡張剤でですね、まあ治療してもですね、対処療法のみで治らないということなんですよね。もちろんですね、まあ、窒息寸前の患者さんに対してはですね、西洋医学的な病院小児科的なですね、治療が必要なんですが、慢性的に、長期で考えた場合ですね、こういった治療はですね、あんまり意味がないですね。私たちから言うとですね、しっかりとしたですね、根本治療をしてですね、それでもですね、救急救命的な時にこういったですね、一時的な処置をすべきですね。これをですね、ずっとやってるとですね、副作用があるんですね。副作用がね、皆様のですね、お子さんに副作用があるということですね。しかも、ステロイド気管支拡張剤というのはですね、所詮ですね、石油の副産物でできたものなので、人体にはですね、悪影響がありますね。呼吸器が弱いにもかかわらずですね、その根本的な、原因を探らずに、ステロイド気管支拡張剤、石油の副産物でできたものを投与添付することによってですね、お子さんの健康が損なわれていくわけなんですよね。2番目、東洋医学の治療では肺が弱いという体質を変えることによりね、肺が弱いという体質を変えることにより根本的な治療ができ、しかも副作用がないんですよね。冒頭にもお伝えしたようにですね、小児喘息に関してはほぼ 100% 治す自信がありますね。これはですね、経験的に言ってるんですよね。気管支喘息の、小児科のね、患者さんで、治らなかったね、お子さんを思い出せないですね。思い出せない。ほぼ 100% 治す自信がありますね。というのはですね、子供というのはですね、まあ改善が早いですね。生命力に満ち溢れてますので、その生命力に満ち溢れてるそのパワーにね、まあ乗っ取ってですね、しっかりとした治療をするとですね、肺、呼吸器のパワーがどんどん上がっていくんですよね。そうするとですね、根本的な治療ができて、しかも副作用のなく改善させることができるんですよね。私個人的にはですね、この治療を一番目にすべきですね。この治療を一番目に、それで、救急救命的な時に、病院小児科のステロイドや気管支拡張剤を使うべきですね。こっちをですね、メインにやってるとですね、副作用の塊、石油の副産物で、治療してますので、一時的な治療にしかならないですし、ずーっと治らないわけですよ。ね。治ったとしても、それは体質が変わったからなんですよね。体質が変わった。大人になるにつれて、成長するにつれて、体質が変わっただけなんですよね。じゃあ、体質を変えればいいじゃないですか。というと、2番目の東洋医学の治療では、ね、体質を変えることによりっていうことですね。体質を変えることにより、ね、早く体質を変えてあげるわけですよ。ね、これによって、しっかり治していけるわけなんですよね。こちらを1番目の治療にして、ね、一時的に
病院小児科の治療すべきですね。病院、呼吸器内科の治療すべきですね。それが、皆様の喘息のね、お子さんをお持ちの患者さん、親御さんの選択すべき、内容だと思います。本日はですね、小児喘息は投与薬で改善する、これについてお話しました。こういったことができるのはですね、こういった治療ができるのは東洋医学専門、ここ非常に重要なんですが、東洋医学専門の治療院に行かれることをお勧めします。よろしく。